こんにちは。今日の講義は書籍ドクターズスクワット医者が考案した30秒で運動不足を解消する方法です。皆さん、運動は大切だと分かっているものの、実際に取り組むのが難しいと感じることはありませんか？時間がない、面倒くさい、続かない、そんな声をよく耳にします。しかし、今日紹介するこの書籍はそんな悩みを一掃する画期的な方法を提案しています。この書籍の著者は整形外科専門医でありながらフィットネストレーナーでもある医師です。彼は自身も筋トレを欠かさず行い、多数のコンテストで入賞歴を持つ筋肉ドクターとして知られています。彼が開発したのが今注目を集めるドクターズスクワットです。この方法の特徴は何といってもそのシンプルさです。30秒間のスクワットを1日1回行うだけ。その簡単な動作が驚くほどの効果をもたらすのです。しかも30秒以上の負担はかけないため、忙しい人でも手軽に取り組むことができます。さらに、この方法はきつくないだけでなく、続けられる秘密がたくさんあります。著者は膝や腰を痛めにくい工夫も施しており、安心して取り組めるよう配慮されています。この書籍では、具体的なスクワットのやり方から始め、続けるコツ、さらにはその効果や解決できる症状まで幅広く解説されています。例えば、スクワットを続けることで見た目の変化はもちろん、血圧や血糖値、コレステロールの数値の改善や腰や膝の痛みの緩和といった健康面でも期待できるのです。1章では、運動が苦手な人や続かない人向けのスクワット方法が紹介されています。2章では実践的なドクターズスクワットの方法が詳しく解説されています。そして3章では、続かないを克服し、スクワットを習慣化するためのヒントが提供されています。4章では、ドクターズスクワットが解決できる症状について述べられています。最後の5章では、効果をより早く出すための4つのヒントが紹介されています。運動不足や健康管理に悩む多くの人々にとって新たな希望となるでしょう。ぜひ一度このドクターズスクワットを試してみてください。30秒の取り組みがあなたの生活に驚くべき変化をもたらすかもしれません。この書籍がもたらす可能性は非常に大きいです。運動不足や健康管理に悩む多くの人々にとって、これは新たなる光明となりうるでしょう。何よりも注目すべきはそのシンプルさと手軽さです。30秒という短い時間で誰でも取り組むことができるスクワットが健康面での効果をもたらす可能性があるということです。この書籍が提案する方法は従来の運動やトレーニングとは一線を画しています。長時間のジョギングやハードな筋トレが苦手な人でも30秒のスクワットなら取り組みやすいはずです。また著者自身が整形外科医であることから、安全性や効果に関しても信頼性が高いと言えるでしょう。さらに、この書籍は単なる運動の方法だけでなく、続けるコツやモチベーションを保つためのヒントも提供しています。これは健康への取り組みを継続する上で非常に重要な要素です。習慣化することで運動が自然と生活の一部となり、健康的な生活習慣が身につくでしょう。またこの書籍が注目を集めることで、運動や健康に関するトピックがますます社会的な関心を集めることが予想されます。健康への意識が高まれば、それに関連する様々なテーマやトピックも注目されることになります。例えば、食事やストレス管理、睡眠の重要性など、健康を維持するための全体像が見直されるかもしれません。総じて、この書籍が広く受け入れられれば、健康意識の向上や運動習慣の定着に寄与することが期待されます。これは、個々の健康を守るだけでなく、社会全体の健康水準向上にもつながるかもしれません。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。そのようなサポートを提供する専門的なパーソナルトレーニングジムが存在します。その代表的な例が、ライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しています。
これまでダイエットやジム通いが続かなかった人に特におすすめです。トレーナーが作る専用のプログラムで、無理な食事制限なしに健康的に痩せることができます。また、30日間無条件全額返金保証もついており、安心して取り組むことができます。さらに、完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うため、他の人の目を気にせずに集中して取り組むことができます。一方、ライザップウーマンは、女性専用のプログラムとして洗練されたプロポーションに導くことを目指しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含んだオリジナルのトレーニングメニューを提供しています。また、低糖質だけではない食事管理や美容マシンによる脂肪燃焼効果も注目されています。これにより、体力がなく運動が苦手な人や、部分痩せをしたい人、産後太りを解消したい人など、様々なニーズに応えることができます。以上のように、ダイエットだけでなく健康管理にも特化した需要に応えるためには、専門的なサポートが欠かせません。その点で、ライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンは、効果的で個別に対応したプログラムを提供しており、多くの人々の健康的な生活をサポートしています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。